皆さんどうもこんにちは、おわたびことガルナです。5パート目です。長いですね、セピアさん。長いですね。1パート30分と考えるともう2時間やってるわけですね。疲れましたね我々。本当？にはえ、俺まだ全然ピンピンしてるよ。30だもん、疲れたもん。ちょっとどうしたどうした。若くないもん。どうしたどうした。俺まだガンガンいけるよ。おじさん疲れた。よし。さてというわけで、前回はデュアルスイーパーカスタムでね、アサリで私が負けてしまって現在9対7でございます、ね。はい。いやー、どうしようかな。うん。いや、なんかこう、意外とね、新しい武器そこそこやってはいるんですけれども、うん、まだやってない新しい武器があるんですよね。お、まだやってない新しい。そしてセピアさんが動画にしていたクーゲルスライバーヒュー、ヒューゲルでいきましょう。おお、よし、ヒューでヒューゲルいきましょう。ヒューゲル、そんな表現あんのか。ヒューゲルオッケー。そういえば出してないなと思って。よし、ちょっと集中してる。もうお、いや、ルールを。あ、そうだ、ごめん。ちょっとそこ集中しすぎですね。ちょっと集中しすぎ。ちょっと集中する場所を待って。最初に歩行やっとこう、もう。では、ガチ歩行バトルで、ヒューゲル、行きましょう。はい。いや、ここ、いや。あ、ニュートロだ。いやーっと。ここは、ここは、ヒューゲル強いだろうけれども、うん、生きるね武器は。でもって感じですね、うん、俺は9万2000、もうすぐ10万くらい。どうしようかな。いや、なんかね、俺ギア構成同じような感じでずっといっちゃってるから、これを見直すべきか否か。うん、実際私ヒューゲルあんまり沿ってないですけどね。田舎、うん。ちなみに結構動画収録のために結構塗ってるんですかね。9万2000。あー、なるほど、1700です。お、これは勝てるか。ほとんどやってないですね。これは勝てるか。でもまあ勝ちますよ。まあいいだろ、あんまり難しいことは考えず。おいら負けないよ。 あれは1個積んどいた方がいい。あれ、スパタン？いや、ちょっと待って。あ、そっか、ビーコンか、こいつ。そうなんだよ。そうなんだよ。やばい、時間がない。いいぞ。ステジャン吐け、ステジャン。ステジャン吐くか。ビーコンってね、俺、ステジャンが ないんだよ、実は。あら。そう、もう言っちゃうけど、やめたよ。もう対面で勝ちに行くよ。よし、集中、一本集中。頑張れ。さあ、17試合目ですよ。おい、よし、行きましょう。あ、やばい、対面使って忘れた。しまった、そうだった。何やってんだろうな、ああいうキャンの技ですよ。溜まんの早くない？さあ、マラソンが始まるぞ。オッケーだよね。いや、これ怖いね。これ怖いわ。とても非常に。どっから行くんですか？あ、やば、お、危ねー、危ねー、危なかったねー。ちょくった、あ、嘘、ちょくった、あー、やられた。よしよしよし、あれ、これまずいのでは。よしよしよし、お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 、あ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 ーす。ちょくった
8。ただし8。なーに、こんなのただの誤差よ。言ってくれるじゃん。それでこそガチオコマスター。バレてないはず、バレてないはず。あ、ガチホコでバレてんだよな。ダメ、あ、うちでよし。よし、危ない危ない。オッケー。あ、ビーコンちゃんがない。ビーコンちゃんがない。なんでだ。よし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 。この例、私の可愛いビーコンちゃんを。さっき壊しておいたからな。オッケー。怪物を忘れた俺の運命はいかに。大丈夫だ、大丈夫だ。届くねえ。なるほど。これ、あ、まずい、いや、ちょっとまずいところで死んだぞ、これ。落ちればよかった、今。ここからすぐの攻めは、そしたら、ここだよね。あー、よっしゃーやったー、お母ちゃんやったよ。ウィナー。いや、さっきのはクーゲルの強みを生かして網の上で戦ったから、ピタさんのホコショットは全部プールの中に落ちちゃってるんですよね。もう全国を目指せ。いや、いや、こんな、あのね、信じられない、視聴者の皆さんも信じられないかもしれないけど、こんな俺でも2300はいけたから。なるほど。いや、ワンオンワンだからですよ、これはね。ほら、4対4だとまた立ち回りが違ってくるんですよ。ね、全くやってない武器種ありますよね、まだ。ありますね。実は。ありますね。一番分かりやすいところで行きたいな。じゃあ、必戦で。必戦。前回は必戦ヒューだったけど、今回は必戦ですね。よし。よしよし。そしたら、必戦か。じゃあここでアサリ潰しておこうかな、僕はな。ここでアサリを潰しておこうかな。よし。ちょっと今回アサリの勝率がね、ちょっとアサリの勝率がね、よくないんでね。ほら、X と S プラスだと全然違うから、ほら。よし。くそ。言ってくるじゃねえか。アジフライか。あはは。さて、どうしよう。でもね、言うても俺あんまり最近使ってなかったから、こう、違う。あ、まさか。一番後ろのページになった。あら。あら。あらあら、まあまあ。あらららららら。あらららららら。あらあらあらら。アサリでしょ？アサリでしょ？こうでしょ？こうでしょ？いや、ね、ちょっとよ、ほんとよく考えろ、マジで。喋んなくていいからよく考えろ。ああ、なるほど。メイン性能アップはこれ塗りかアップするんですね。うん。でも、ちょっとした差だから、あんま効果感じない。あ、そうなんですね。際は。うん、別のところ積んだ方がいいと思う。バケツ系に関しては。あ、風呂はただ塗りすごい変わる気がする。あ、なんかそれ聞いてます。風呂と洗濯機は結構大きくなるって聞いてる。そうなんだよな。さあ、前回は必戦ヒューで、マンタマリア号で、エリアで、なんか上からのバシャバシャになんかやられたセピアさんですけど。いちいち掘り返さんで。いや、ほらね、復習をしていかないとやはり。あ、行きますか。あ、もしかしたらそっか。このパートで、俺たちのこのバトルは初めてご覧になる方もいらっしゃる。そうなんですよね。いるのか。いないんじゃないかな。さすがに、ね。いや、わかんない。セピアさんのファンで、あ、なるほど、これ今回4回目なのか、じゃあ過去のね、せめてスプラトゥーン2の1回目を見返しておこうかなみたいなことがあるかもしれないです。なるほどね。よっしゃ、行きましょう。ね、こっちはイカのボーイ、そっちはタコのガールということで、お似合いのカップルじゃん。よーし、行こう。違うもの同士ね。そう、違う、相違点が多い方が相性は案外良かったりっていうね。そういうのありますか？ B 型同士は良くないとかね。そうそうそう。似たものすぎると。ああ、もうちょっとこういう、まだ発動してない時に行っちゃったよね。しかも、これでゲージがなくなっちゃうんでしょ、俺。よし、行け行け。
まあね、やつのことだと最初は入れて、それでそこで叫ぶか。うまいね。おっとっとっと、いないな。クイーンだよ。あー、いい、クイーン、クイーンが決まっていく。クイーンコーン、やりますね。なるほど、美しいね。ただねえんだよな、俺も俺でねえんだよな。一個でもチビ入んないから。よしよしよ、3つか。今4個目入んなかったか。なんか上に悲しく残ってますね。あ、マジ？アサリが湧いてない、全然。むずいよね。当たらないな。どこだ？これ、ね、こっから出てっちゃうのが俺の悪い癖だよな、多分。最悪このまま3分経てばいいだよな、リードしてるときは。そうだ、ここで下に攻めていくからいけない。当たってる。よーし、オッケー、よーし、勝った。間に合うかな。あー、間に合わないや。そう、私はかつて必戦を割と初期の頃は使っていた。まだ黄金時代。そんなイメージはある。あれ、まだ復活しなかった。あれ、嘘。あれ、ルール分かってますか。アサリ、ルール分かってますか。アサリっていうのは、あの、ちょっとゴールに、ちょっとちょっとまさかの、ちょっと待った、これはやらかし案件ですね、それ。よし、今度よく分かった。あ、よし、まあ、ちょっとこれやらかしたなぁなあ、またそれが入っちゃうでしょ、多分。それ入るだけだとリードはされてないけど、次か、攻めが。これが入るときついよね。よし、よし、まあ、とりあえずリードは、ね、さっきもちょっと時間をね、贅沢に使いすぎて負けた感もありますからね。まあ、これはね、誤差誤差誤差。まだ1分半以上ありますから。いやー、マジか、発動しろよー。こうね、いつも俺言ってんだけどなー、自分でやっちゃうと、自分でやっちゃうとダメだな。集めてんな。よーし、オッケー。マジか、あれ、やったー。これはちょっときついな。日本語だね、とりあえず。危ない。お、いいとこに開いてる。おっと、危ない。まだ出てないんだよな。出て出て出て。お、危ない。そういうことする、そういうことします、する、卑怯では。上を取ったぞ。危ねえ危ねえ危ねえ。ああ。いや、これは負けるかな。今入れていいのかな。ああ。くそ。やはりアサリは X だった。いや、そこ危ねえぞ、これ。いや、なんならだって今のは必戦の使い方的にはこれ完全負けてたと思う。いや、あの入れミスひどくないですか。あれなかったら勝てた。まだゴールが落ちてない。あれなかったら勝ってたもん。悔しいなこれ。さあ、というわけでアジフライスタジアムがなくなりまして、
さあ次の武器ですか。はい。うん。まあここいらでね、ちょっとね、箸休め、ちょっとね、私がリードしてますから、ナメプをね、しようかと思いまして。全然使っていないけれども、セピアさんに使えと言われたスクイックにでいきましょう。うーん。ね。いや、あの後ちょっと握ってみたんですけど、あ、ダメだ、これ使えねえわ、つってやめたんですよ。大丈夫、あの、ハンコよりは使える。ハンコよりは使える。なるほどね。うん、ハンコより使えやすい。ハンコよりは救いの手がある。スクイックリン。スクイックリンだけに。つめ。ねえ。さて、じゃあ、アルファにしましょうかね。おい。それとも、前回。これルール選べんのでかいな。やめとこうかな。ごめんなさい。前回アルファだったから、今回ベータにしましょう。あ、ベータね。うん、はいよ。ベータは何でしたっけ、ポイセン。ヤグラは、俺、この傾向でヤグラやるとバカ見るから、ここエリアでお願いします。エリア、了解です。確か、こいつスフィアでしたよね。ベータは。よし、スフィア使いの差を見せつけていけ。おっとっとっと。平和な。あ、マンタマリアのエリアか。マンタマリアね。苦い思い出があるのではなかろうか。どこにあったかな。俺、アルファ派なんだよな。か。あ、ベータ、ロボムとスフィアなんだ。セピアさん。うん、はい。ゼロです。バカ。学べ？お前学べ？いい加減。いい加減学べ。まあ言うてね、各言う俺も1349。まだ、室町時代、南北朝時代だった。なるほど。さあ、学んでけ？これ。どうするの？エリアだよね。エリアですね。よし、これで行こうか。ここも2つエリアがあるからちょっと遅延がありそうですけど、うん、そうね。さあ0ポイント VS セピアさんはほとんど使っていないと聞いてましたが、まあまあまあ、あ、1300。なるほど。まあこれは合ってないような南北朝時代合ってないような、そうですね、そうでしたね。いやもう日本史とか忘れちゃったな。ステジャン吐くか。ステジャン、なんでここで誰に飛ぶ、誰に飛ぶ、ステジャンか。リスジャンしかできないのに。はい、最近のトレンドはやはりリベンジですよ。例えばイーブンか。イーブン、いや10対8ですね、うん、今はだろ。2連勝すればイーブン。そうです、そうです。よし、さあ潜在を担いでいくぞ。はい。お、それあれじゃないですか、一足一三の。だいぶ積んでるぞ。あぶね。同じこと考えてみて。あ、負けた。目の前の至近距離の勝負していく。完全に前回もそういう感じでガンとかガンカタやってたんだよな。まあしょうがないね、これ一対一だとこういうバトルもあるということ。どうぞ皆さん、視聴者の皆さん、ご了承ください。なんだこれ、なんだこれ、なんだ動きしてる。ああ、今のはうまい。さてはお主、練習してきたな。これはヤグラじゃないとやっぱりあれだな。ヤグラだとね、ほらどこにいるかわかるからさ。これはいただかないとな。いい目をしている。うまい。どうして。やーわー、これは完敗か。待てよ、間に合うかな。
あーいいスフィアの使い方あいやーこれはやはりいけると思ったのが、これはもうルールの選び方がいなかったな。あーいやーまずい。ほっとこれは安堵の安堵取引ですわ。安堵ですか。言葉が出ないねこれは。なるほど、ここで追いつかれるわけにはいかない。なちゃんとやれた。これはここで追いつかれるわけにはいかない。では渋谷さん、私がずっと出しておかなかった秘蔵の武器をいきましょうか。秘蔵の武器何個あんだよ。押し入れの奥深くにしまっておいた秘蔵の武器を。なんだ、何、マジで分かんない、何が来るんだ。バレルスピナーデコでいきましょう。おそう、まだ実は出していなかった。しかもヤグラっていう。やったぜ。望むところだぜ。さあ、バレデボン。ちょっか、マジか。このステージ嫌なんだよな。私大好きですよ、デボンは。ほんと、まあ、好きな人は好きだよね。ハイドラ様にとってはめちゃくちゃいいステージなんだけど。13万2000。13万2000。なるほど。私は38万でございます。おーおーおお、すごい。結構ね、しかもこれヤグラで使ってたんですよね。はい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 。バブルとシールドを使ってね。まあこれは普通に俺は負けると。確かにそれはもう秘蔵押し入れの一番奥で大事に取っておいた。か。これで負けて追いつかれたら逆に僕のメンタルがやばい。あ。そしてでもね、俺言います。はい。装備は同じできます。さっきのスクイックリンベーターと。なるほど。変えません。変えないんですね。うん。ここは大丈夫かな？ OK。よし。タイプじゃないよね、これ。ヤグラだよね。よし。ヤグラですよ。でもいいんですか？こいつバブルですよ。しょうがない。しょうがない。うん。それはバブルは使わせない。使わせない。うん、ペナアップかな。あ、そっか。あ、その選択肢もありだね、実は。確かに。ワンオンワンで相打ちだと、こっちが有利になるから。言われてみれば。ありだ。これ言われんな、やつはね、こっちでくん。あー、負けた。一応俺もバレルは握って、久しいぞ。だから、奇遇ですね。私も久しいですよ。インクのいつ射撃が切れるとかなんとなく体感的に分かっちゃう。早っ！割れんの早いな。これいける？あー負けたー。これはメンタルが、メンタルがやばい。まあまあでも矢倉は実質ノックアウトでなければ。あれ？あれ？あー、なんということだ。俺完全にフラグ立てて負けたんだけど。やったー、勝てた。負けたー。よっしゃ、バブルも使わせなかったー。ゼロゼロは悔しいなー。やはりちょっとレンドがね、最近ずっとハイカスに浮気していたから。よし。いやー、さあ、というわけで、これは、しょうがない。今回はこれでおしまいですけど。いや、まあ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 、ね。ラスト3ステージ、これはもう6パート目で、やるしかないでしょう。ね。本当の最終決戦。そうですよ。ね。どちらが勝つか負けるか、わからなくなってきましたよ。ね、これにはね。これは。これにはね、動画投稿主の私も盛り上がりができたぞという。いいだろう。すべての決着を。新年一発目の決着を次のパートでつけてやろう。よっしゃ、3連続矛にしてやる。よし。では、次回、負け最終回、お楽しみに。本当に最終回になるよね。よし、行きましょう。では、お相手はオワタピーことガルナと、
セピアボケマークでした。よし、お疲れ様でした。